ハンマケド本家のハンマヤオ先生です。スーパーでね、私がねジュースをね 1リットルのやつをもう100本ぐらい買ってますから、で週にね20本ぐらい平気でジュース飲むんですよね。これはね普通の人だったら糖尿病になるからダメなんですよね。で私の場合はならないんですね。栄養になるんですね。っていうのは僕はねスポーツ選手やってたんですよ。世田谷大会に出てね大会に出場したこともありましたしね、あとカブスカートからボーイスカートで丹沢のね登山ね、これにね自分の体重ぐらいの昔のペグっていうのはね鉄ペグでねめちゃめちゃ10キロぐらいあるんですよ。ちょっとしたのペグでもね、それで自分の体重以上フライパン鍋だと重たかったし、ね、でっかいの鍋特訓だということで、まずカブスカートの時ボーイスカートの時ね処罰されたんですよ。自分の体重以上なんですね。それで泣きながら丹沢なんか登るわけですよ。自分の体重ぐらいのねものをリック背負ってね。それでまたねキャンプしてもね下っ端だった時はね嵐だろうと足が外からにテント出てたんですよね。でまあ薪拾い専門ですね、火をつけることも難しいからさせてもらえなかったしね、初めはね。でそんなことでね登山はもう泣きながらね重いリック背負いながらで重いものを同じに、ね、先輩と同じようにね背負わされて泣きながら登ったんですよ。それで苦労してね若い時は体をね正規の体に、ね、整えたわけですよね。それとかまあ遠泳でも3キロ 6キロもう中学生ぐらいの時にはもう遠泳知ってましたしね。6キロですよ。6キロって結構大変ですよ。6キロだから12キロ10キロですね、15キロですね合計でね。若い時もそんなことしてましたね。遠泳をしてましたね。遠泳のね。でねそういうの鍛えてるんですよ。本物のプロ選手と同じですね。若い時訓練ね選手だったからなんですね。スポーツ選手もやってますからね。英語の軸からもうやってましたけどね。英語の軸とか絵描きのレッスンでも行ってたし、毎週毎週ね、月火水木金土もね勉強の方もやってましたけど、なんでそれやってない人はダメなんで糖尿病になっちゃうんですね。であと私のとこ東大ばっかしですからね卒業ね。私は東大以上勉強してるしね、東京大学でね。でねおじじいさん東大だしね。でで、ダメなんですよ普通の人じゃ。でもう来月僕60歳なんですね。10月17日で1958年10月17日まで、天皇陛下の皇太子が1歳年下でしょ。で今の総理大臣が1歳年上ですよ。ちょうど間にいるわけですね。年齢でね、まあ私は半間家の本家で王様ですけどね、本物のね貴族の半間っていう名前の王様ですけどね、本家です、本家の代表です。でねそういうことで逆に飲まなきゃね、ジュース飲まないと僕生きていけないですね。栄養カロリーが当たんなくてね。で
まあ今牛肉は6キロぐらい買っといてね、皮肉安いのがあるので、韓国のいいですね、あれ安くてね、1キロ1000と1200円ぐらいかな、牛肉、ひき肉、冷凍ひき肉ですね、6キロぐらい買いましたけどね。で、そういうことで、たくさん買って、カロリーの高いのは、これはね、普通の人は糖尿病になっちゃいますけど、私の場合ならないんですね、糖尿病にね。そういうスポーツマンの体も、若い時に鍛えたんで、消化はできちゃうんですよ。ね。で、それでちょっと注意してください。普通と全然違う。なかったら死にますから、逆に栄養はジュースとか。ね。普通の人だったら逆に死んじゃいますよ。ね、多すぎて。そういうことでした。どうも。